ニュルのテストも終わってようやく、フランクフルトの高級ホテルに、到着してレクサスの晩餐会を受けてゆっくりしようかなと思ったら、なんとフランクフルトに住む知り合いから、急遽レースがあるからカートのレースにお前出ろということで、フランクフルト郊外にあるインドアの、カートコースに連れてこられました。ドイツでは今、シューマッハのおかげでインドアのカートレースというのはすごく流行ってるんですね。でこれからなんか地元の走り屋連中と共に、デコボココンビの日本人組が4名飛び入り参加して10分の予選、20分の決勝レース、これに挑みます。果たしてどうなるか。カートはね、もう5分走っただけでもう腕がパンパンになってもう首なんか動かなくなるのに、もうドイツ人のやること20分も、あのカートの20分のレースってね、自動車でいうとそうだな、4時間ぐらい連続で走るような感じでしょうね。やばいですね、マジで。以前ですね、あのニュル行った時にニュルにもカート場があって、そこで清水さんとカートやったんですけれども、本当やっぱ5分で腕上がっちゃうんですよね。20分っていうのはね、走り切れるかどうかね、心配ですね。あのお笑いレースだったら途中でね、ピットに入ってジュースを飲むとかできるのかもしれないですけど、どうやらそういう感じでもないらしいんで、まあ、どこまでできるかちょっとやってみましょう。意気込みパーメイトレッシュで実は内心いけるかなと思ってたんだけど、20分のスタミナがまずないってことと頭悪いからコースが覚えられないっていう、違う、だからスタミナがないのと頭悪いから道が覚えられないっていう大きな2つの問題に気づき、ちょっとダメかなって今なんかね、なんかいい手段はないだろうかと。やばいっすね、絶対やばいっすよ今日はね。フルグリッドで20台、もう見て、なんかみんな強そうだよね。はい、清水さんです。 maybe they will ask you。 清水さん、 hello。 16番です。 hello。 レクサスの試乗会行かないで明日こっちでずっとやってるか、特訓してようか。